台風15号では各地で計画運休が行われ混乱も起きました。3連休にあたる今回の対応について聞いてみたところ、 JR 東日本、 JR 東海、 JR 西日本、小田急電鉄、東急電鉄などでは現時点では未定としつつも、状況次第で計画運休に踏み切るかどうか検討しているということです。また空の便でも欠航や遅延の恐れがあります。気象庁は今日午後2時から緊急記者会見を行う予定で、台風が本州に接近する前の段階で会見を行うのは極めて異例のことです。